千葉の小野雄二選手です。す。よろししくお願いいたしますえ近況なんですが前走は地元の千葉でのレースでしたけれども手応えはいかがでしたかそうですねあの。地元だったんで、ま、決勝はもう最低でも乗りたいという形で挑んでえ、ま、準決とかは、まあ、ちょっと勝ち意識しすぎちゃったんですけど、ま、状態はずっとい,いい状態でキープできていると思いますそ,うその準決勝ですけれども、えー、とまくっての。 1、えー、着を取りましたけどその時の感触はいかかがですかそうですすそうねちょっときついところから行ったんで、まあ、ちょっと心配だったんですけど、まあ、状態が良かったので、なんとか1着までたどり着いたって感じですね2そうですね二場所前はちょっと逃してしまったんですけども、ほとんどもう決勝に乗って、調子も上りといった感じでしょうか、うん、そうですね、はいまあ、うまく噛み合っていけてるんだと思います。 さあそしてこの全県日も雪が降ってちょっと寒い中のレースとなりますがその寒い中のレースで気をつけていることとか気にかけていることとかってありまますすかあ、まあ、そうですね集中だけはして、まあ、雪のレースにもう2回あるんで、えー、そうですね集中して走ってるってことですかね。はい <laughs> そして、今シリーズまでの調整はいかがでしょうか？いや、もう中1週間ぐらいあったんですけど、もう雪でほとんど乗れてないんで、ちょっともう本当に心配ですけど、まあそんな中でもまあやってきたつもりなんではい。まあ、やれることはやりたいと思います。大宮のバンクの相性はいかがでしょうか？大宮は決勝何回も行ってるんで、まあ、決勝全部発信しているんですけど、まあ今回は取りに行きたいと思います。 それでは最後にお客様に一言お願いいたします、えー、今回は、えー、相手も強いですけど、えー、優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。